皆さんこんにちは、ワンダリグルビッシュです。では今回は信長の野望大芝吹きと幕末志士転生物語の続きをやっていきたいと思います。で、今ですね、画面の左上に合戦の状況出てると思います。山内家は堀尾家と戦争中、さらに、他の他家という意味では毛利、細川、中川、黒田がそれぞれ戦争中です。で、一方四国の方を見るとですね、今明石武則率いる7500徳川隊7500が四国に乱入しているという状態なので、まずはこの堀尾との戦争に繰り出している部隊を一度撤兵します。その上で頭を下げましょう。堀尾さんにはすいませんでしたと。この辺りは得意の土下座外交ですね。土下座といえば、あんまり芸能界わからないんですけど、なんか麻薬やった人が、元カトゥーンかなんかでしたっけ、なんかが土下座外交を展開したというニュースは見ましたけど。で、一方ですね、蘇郷城で、これ、次、明石隊が狙っているようなので、部隊を、一旦、琴平あたりまで展開しましょう。で、正則、高知城からしか出せないの？そんなことないだろう。どうしようかな。大津、広島、から兵を出しましょう。で、脇坂隊、これ数減らして、いやー減らせないのか、数人がいないんだな、しょうがない。じゃあこれでいきましょう。7500を出します。ついてこい。では時間を進めましょう。国衆将兵、画面の右上、国衆がね、合戦に参加してくれて兵力上がるという対米、これがあと80日間続くので、この80日間をちょっと頭に入れて作戦を展開していきましょう。で、明石隊が生駒隊を撃破。これ蘇郷城持たないな、残り100だと。堀尾家との交渉、鉄砲戦か、痛いけどしょうがないで。で、お金が多分すっからかんになると思うので、生駒が滅ぼされましたね。これで徳川が四国に城2つという状況になりました。で、細川、島津とそれぞれ親善するお金がないっていうね、外交費がないっていうのを、報告します。国としてのメンツ丸つぶれの状態ですが、これをちょっと、なんとか打開していきましょう。で、そのためにはもう兵糧をちょっと売るしかないので、兵糧を少し売ります。兵糧を売った金を使っていきましょう。で、あとは歩兵だね。このヒグマ山城とかかなりの足軽を入れているので、この足軽の数を削減します。かしこまりました。広島城もちょっと足軽の数を減らしましょう。かしこまりました。これでどうだい。で、神前を送っていきましょう。まずはね、絶対に敵対したくない島津、もう同盟を完全に結びにかかりましょう。で、黒田ともね、もう両国を接している状態なので、黒田とも、そして細川とも、しっかり親善を行って、戦争を未然に防ぎましょう。かしこまりました。毛利はダメだよね。よし、これでいこう。で、継続発展。いやー、とりあえず継続発展よりも、確実に発展させに行こう。承知。で、あとは、確実に金になるところ。承知。お金がない。しょうがない。これで一旦見送ります。お金は382なので、もうどうしようもないからね。で、明石の動き、注目しておきましょう。毛利と堀尾は毛利につく。力を貸すぞ。
ちょっと待ってね。ここで、細川と中川か。まあ、ここは細川につかざるを得ないな。力を貸すぞ。中川が生き延びれるとは思えないのね。さらに、越前松平家によって強国が滅ぼされたというニュース。で、明石隊が、伊沢城に進撃か。じゃあ、この隙をついて、行くぜ！一気に、総合城攻略を目指しましょう。徳川を、四国から追い出します。我らの力、見るがよい！手を貸そう。よし、細川が確実に味方ついてくれたね。では、行軍していきます。もうすでに展開中の福島隊7500。行くぜ。これを総合城に出して、進め。総合城で徳川軍を撃破していきます。で、明石隊と八塚隊、これは数的に明石が有利だな。そうだね。これは、八須賀も滅びそうな感じなので、徳川の城が3つ四国で持たれてしまうという苦しい状態になりそうですね。何？また金がないのか。どういうことだ？さっきあれだけ金を削った後なのに。まだマイナス175。ご命令ください。ちょっとまた、しょうがない、兵糧を売りましょう。兵糧を売って、その金で政策の見直しをしないといけないね。まずは、歩兵。これの見直し。って言っても、もう、そんなにないと思うんだけどね。むちゃくちゃ雇ってるところっていうのは。かしこまりました。もうちょっと減らしますか、じゃあ。かといってあんまり減らせないからな。ここはこの後の合戦を考えると、しかも四国に関して言うと今後徳川軍が乱入してくる雰囲気があるので、むしろ増やしたいぐらいなんだけどね。かしこまりました。はっ。多少兵糧の減りが減ってでも、かしこまりました。数を用意しておきたい。かしこまりました。はっ。一応に農兵でもいいので増やしましょう。で、お金があるので、兵糧を売っ払った金なので、あるので、ってこう、はっ。で、大きな声で言えるところではないんですが、島津とは同盟を結び、そこまで関係性を消化していきましょう。は。毛利とは何もできないね。 OK だ。じゃあこれで進めます。家持ち対6000まで膨れ上がったな。しかも八須賀と徳川が和睦。嬉しいような悪いような、どっちだろう。ちょっと微妙な状態ですね。国衆将兵が生きてる状態で、敵6000に対して味方、まあ1万近くにまではなると思うので、この状態で確実に家持ちを打ち取りましょう。ああ、味方でも3つしか部隊がいないのか。ちょっと微妙だな。まずは罠を、いつも大好き鉄砲水を仕掛けよう。敵の動きを止める。敵の部隊は多いけど、これ敵の構えを見る限りだと、おそらくここに敵の本陣があるよね。なので
ご命令を。敵本陣めがけていきましょう。始めるぞ。ご命令としては始めるぞ。ゲチよ、始めるぞ。戦場が狭い。敵の居所知れました。居場所がバレた。敵の居所知れました。敵の本陣の場所は分かってるんだけどな。始めるぜ。覚悟しておけ。やりたい。本陣の守りが硬いね。だって全然。やりたい前へ。やりたい前へ。やりたい前へ。敵の本陣がなんとかさらけ出されるのを待ちたいけど、ちょっと先になりそうだね。そしたら敵を始めるぞ。二手に銃押しにかかる。ゲチよ、覚悟しておけ。さあ行こうぜ。残り超圧が発動された。命令してくれ。敵に思うようにやられてるな。覚悟せよ。やりおる我らが破れるとは。ご命令を始めるぞ。ゲチよ、ゲチよ、始めるぞ。ゲチよ、さあ行こうぜ。我らの勝ち揺るがぬぞ。負けるとは。敵はただ部隊数は多いけど、カスみたいな兵しか持ってないやつも結構いるね。3000とかで展開してきてる輩も多いんで、これうまく利用すればなんとかなるかもしれない。やりたい前へ。敵の居所知れました。やりたい前へ。発が食らってんな。かかれ。やりたい前へ。一旦引くぞ。よし、正則を逃がさないと話になるので、正則を足を早く逃がす。ご命令を。やりたい前へ。やりたい前へ。ゲチよ、覚悟せよ。ゲチよ、覚悟しておけ。やりたい前へ。命令してくれ。さあ行こうぜ。やりたい前へ。正則の牙を生かそう。敵は300、敵の本陣300なって、これは一気に壊滅に持ち込めるぞ。やりたい前へ。やりたい前へ。やりたい前へ。負けてやる気はさらさらねえぞ。敵に追いついた。やりたい前へ。気づいたが遅いぞ。やりたい。敵も気づいたが、ここは一旦引くぞ。一気に敵の本陣を、やりたい、こちらはここ通撃をかけているので、このまま追い込んでいきましょう。投げ払え。さて踏みつぶしてやるぜ。やってやるぜ。一旦引くぞ。投げ払え。敵の居所知れました。よし、壊滅させた。やりたい前へ。かかれ。これで蘇合城は奪還できるね。勝ち戦だ。宴の支度だ。味方の被害も大きいですが、捕虜にしたのは水谷か。処刑していこう。このようなところで無様な。この勢い誰にも止められねえ。よし、総合城は奪取した。もらったぜ。徳川家貞が、そうか、登用に応じるとか。じゃあ登用しましょう。で、正則は騎乗させる。で、できれば家康とは和睦をしておきたいが、
まだそのタイミングじゃないね。ん？志特性。これが解放された？そうだね。拡大主義が解放。ちょっと早速中身を見ましょうか。志特性の中身。拡大主義。両外決戦で部隊の防御力上がりますという話ね。いや、両外決戦にならないからな。徳島城を取って、とりあえず四国から徳川を追い出そう。防御。徳島城。敵の数、28,000 で、戦場の上限が6,200。うん。ここは、賭けに出る。大変戦。どうする？ちょっと怖いけど、賭けに出よう。進みます。ここで敵を撃破できれば。徳川を排除できれば、戦局が一気に変わる。報告します。表情を始めよう。妙案がございます。ここは対名も欲しいからな。これにて表情を終わる。できれば早めにもう一度国衆将兵を使いたいので。待って、国衆将兵はあと1日なの。いやー、一日か。一日ですか。じゃあ、ここで国衆将兵使いたいけど、軍事銃が足りないのか。マジか。うかつすぎたな。ちょっとこれは一旦。参ります。戦いになる前に前の場所で待機。出陣します。軍事銃を貯めるまで待ちましょう。福島高春が敵に下った。やってくれるな。鍋島が島津に滅ぼされたというニュースですね。久喜の東堂高虎自体がもう東堂家がなくなってたんだね。よし、これで次のターンで間違いなく発動していきましょう。何、長政が狙っている。やめてくれ。交渉はどうなっている。吉田東洋が関係改善中じゃないか。そしたらまずは交渉を打っておく。打てるところとは交渉を打つ。まだ打てないなぁ。できれば、同盟を結んで、安心したかったんですが、そうはいかなかったですね。では、対名が発動できないんだよ。軍事銃がないんだよ。誤算だな。しょうがない。参ります。決戦に挑むしかないね。出陣します。志果たさずして勝は終えられない。敵はしっかりちゃんと対面打ってくるよね。国衆将兵さえ出ていれば。さあどうする？まずは罠で鉄砲水でしょ、いつもの。で、あとは
軍施設、軍施設、いやどうする、作戦本陣切り込み、を使おう。あと罠はもうないので軍施設陣、で一円弧だな。敵の本陣はおそらくここ、後に続け、ご命令を始めるぞ。ゲチオ、参ります、覚悟は良いか、参ります、始めるぞ。覚悟しろ、命を、始めよう、始めよう、始めるぞ、ご命令ください、始めるぞ。足の速いのがいないからな。敵の居所知れましたか。泥沼にはまったか。攻撃も不可だと、これ救援に向かおう、早めに。敵の居所知れましたか。くそ、ここでも奇襲か。油断した、敵の奇襲の方が早かったね。ご命令くん、ゲチを覚悟しろ、ゲチを叩き潰せ。用心を使われた。敵の本陣はどこにある。おそらくこれが敵の本陣。そうすると数が少ないのは間違いないので、敵の本陣を強襲する。参ります、まあいつもの作戦にはなってしまいますが、これでいきましょう。やりたい、前、やりたい、前、やりたい、前。敵の居所知れました。やりたい、前。まさか破れるとは。覚悟せよ。さあ、公開していきましょう。やりたい、前。敵の本陣を強襲する。やりたい、前へ。いい、ここは壊滅させて、味方が壊滅してもいい。引くぞ、敵の本陣を狙う。やりたい、前へ。やりたい、前へ。始めるぞ。敵の本陣を追って追いまくる。前へ。やりたい、足止めをして、敵の足が落ちれば、よし。いやー、鉄砲水やっぱり強いわ。これで徳島城を取れれば、一旦四国から徳川を追い出すことができますね。我が道を照らしている。その通りだ。で、二人登用できる。家吉は処刑する。家吉だって内政知略、さらに武勇統率、外政と万能だもんね。こいつを殺すだけでもだいぶ変わるんじゃないかな。そのまま福島城を攻略しましょう。出陣します。心配な兵糧もギリギリ持ちそうだね。細川と毛利が動く。いやー、それほどないと言いつつ91日分もあるよ。兵糧攻めするって言っても、中川家が細川家に滅ぼされたというニュースですね。で、兵糧が入ってきますと。報告します。先月の収支です。
ご命令ください。いや、困ったもんだな、そうは言っても。まずは、最初にやるのが、準拳場。ひたすら、立てて立てて、立てまくるという、いつもの、かしこまった。対応をしていきましょう。かしこまった。かしこまりました。で、福島城に敵の五詰めが来るのがいつかだな。何、長政がここで、長政が宣戦布告か。やってくれるな。敵が我が領内に、大津城に26,800、これを支えるのは無理だ。どうする？とりあえず交渉しよう。長政、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 長政には使者を送っておいたじゃないか。だから、困ったね。どこで敵を迎え撃つかという話になるわけだな。いやー、ちょっと様子見せざるを得ないな。和睦が、できるタイミングで和睦をちょっと狙っていきましょう。はい。ではちょっとキリがいいので今回はここまでにさせていただいてですね。次回はなんとか、まあ、徳島城を早く落として、長政に備えていきたいなというふうに思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。